後です。いかなる都市も3分で消し飛ばす3分再開発の時間です。一日中かけてもできないローマとは格が違うのですよ。今回は未開拓のエリアが多い東海岸を攻め滅ぼします。まず地形を生かさず殺さずいたぶって穴開けてデコって完成ね。簡単でしょ。自然を駆逐した都市設計もいいですが、自然に調和することを強いらせる自然調教型都市も無慈悲な趣があっていいですね。レシピのおさらいです。ちなみに中央の電波塔を光学迷彩で隠すと防組織の受信量を節約できます。ではまた次回。ドムです。今回は未開拓の地メキシコ市から高松あたりまでの東海岸を整備しました。再開発無双の時代に珍しい新規開拓。東海岸沿いは高低差が激しく整地が面倒いためほぼ手つかずでした。高速船も面倒いから海上を飛ばしているぐらいだからね。今回は幹線鉄道が敷設せず新設した高速道路新湾岸線を中心に整備しました。鉄道は必要に応じて近隣から地域鉄道を延伸しただけに留めています。なので新設した都市間の移動は鉄道で西海岸を経由する必要があります。シティスカなら鉄道を誰も使わずシティカーで混雑死する程度の残念ネットワーク仕様だけど気にしない。近便のシムトラミンは公共輸送しか使わないのでちょろいです。そして新設した都市も見ていきます。メキシコ側からロープウェイをオーバーパスしたところにサービスエリアが新設されました。マップ内で3つしかないレア施設だよ。実際一般道と有料道の区別もほとんどないので作る必要はないロマン施設です。2つ目はビッグな電波塔のある入り江です。銀河間超高速通信が可能な電波塔が中心にあり周りにおまけ程度の街があります。電波塔ができる前はハードディスク抱えて青函鉄道に乗るのが最速の通信手段だったよ。鉄道は高野、一条方面からの中央開発線を延伸しました。高速道路も高野へのバイパスが並走しています。また沿岸に見える東海岸線や高速線とは混雑し不可避なので接続駅は設けていません。そのうち複々線化した時にでも駅を設ける予定です。さらに進むと断崖絶壁を削って建設された親知らぬい地区です。ぬい鉄道は高松から地下鉄を延伸、例によって高速線は華麗にスルーします。そして新高司ジャンクションで高司方面のバイパスと分岐、新高松スマートインターチェンジ、三原スマインターチェンジを経て高松へ繋がっていきます。案内上面倒なので高松から臨海高松の高松バイパスも新湾岸道に吸収合併しているよ。今回はカリブ中央から新メキシコを経由してその池まで高速バスの旅をしていきます。ゆっくりしていってね。